皆様こんにちは。本日はドア専門メーカーが教える失敗しない室内ドアの選び方セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます営業部の小野です。オペレーション部の笹尾です。どうぞよろしくお願いします。それではまず本日のプログラムをご案内します。今回はドアの印象を変えるハンドルデザインと題しまして、ドアハンドルにスポットを当てたセミナーになります。コンテンツはこのようになります。1. ドアハンドルの歴史。 2. 神谷のハンドル紹介。 3. ハンドルをドアメーカー別に比較の3つの構成で神谷のドアハンドルのこだわりをお伝えします。では早速1つ目のプログラム、ドアハンドルの歴史をお伝えします。ドアの付属品であるドアハンドルですが、デザインは昔からちょっとずつ変わってきてるんです。小野さん、昔の形ってイメージありますか？フルハイトドアのハンドルはどれも棒状のデザインだったと思うんですが、記憶はないですが、昔は丸型というか筒のような形状でしたよね。そうですね。小野さんの年だと棒状の形が普通だと思うんですが、30年前は丸い形が普通だったんです。と言葉で言っても分かりづらいですので、ハンドルデザインの変遷をスライドでご覧いただきましょう。江戸末期に初めて日本にも洋式の住宅が建築されました。明治に入り、鹿鳴館や迎賓館といった象徴的な西洋建築物が建てられ、やがて一般庶民の住宅へと広がっていったのです。これに伴い、襖、障子の文化から洋室ドアへと移り変わり、ハンドルというものが登場します。当時のハンドルはこのような丸い形でノブと呼ばれました。その後、昭和に入り、高度経済成長期に工業製品として大量生産されたのがこちらです。皆様も必ず一度は触れたことがあるのではないでしょうか。そして1990年代になると現在のようなレバーハンドルが主流となります。そうなんですね。こんなにいろいろ変わってきているんですね。ハンドルのレバー形状も時代の流行に合わせて様々な変化をしてきたんです。レバーハンドルに切り替わった当時は、このようにカーブしているデザインがほとんどでした。その後、2000年頃になるとシンプルモダンデザインが流行し、モダンなストレートタイプのデザインが一気に増えてきます。現在は世界的なスタンダードとして定着していますね。一方で、最近ではレトロブームもあって、アンティークな雰囲気のデザインや仕上げも人気となっています。ドアのデザインによってはこれも可愛いですね。はい。そしてもう一つ、ハンドルとドアをつなぐ座と呼ばれる部分もデザインの変遷があるんです。レバーの形状だけでなく、ドアデザインを左右する要素としてこの座も重要なんです。レバーハンドルが普及してきた当時は、このような長座や小判座と呼ばれる縦長の大きいデザインのものが人気でした。その後、2000年頃になってくると丸座と呼ばれるものが人気となり、現在に至るまで主流となっています。2005年頃にはよりシャープな印象の角座が登場したんです。ハンドルだけではなく座もこれだけ変化してきたんですね。ハンドルや座を変えるだけでもドアのデザインって結構変わってくるのがよくわかりました。神谷は2005年の時点でいち早く角座を標準ラインナップにして、デザイン性の高いドアを送り出してきました。余談ですが、フルハイトドアをリリースして4年ほど経った頃に、デザインの本場ミラノのブランドドアメーカー、ルアルディポルテ社のアルベルト・ルアルディ氏が当社の横浜ショールームに訪れたことがあるんです。この方はイタリアドア協会の会長も務められているほど、ドアのことは熟知しているのですが、フルハイトドアの角座のレバーハンドルを見て、これはまだイタリアでもあまり見ない最先端のデザインだと驚いたんです。
そうなんですね。デザインの本場イタリアの人に言われるなんてちょっと嬉しいですね。もちろん神谷が最初というわけではないんですが、デザインの良いものをいち早く取り入れるというスピード感が今のフルハイトドアを作ってきた一つなんです。ここからは神谷のハンドルについて紹介していきたいと思いますが、その前にハンドルの基礎知識についてお伝えします。笹尾さん、ハンドルって実は様々なパーツからできているんですよね。はい、そうなんです。まずはそれぞれのパーツについてご説明しますね。こちらをご覧ください。この写真のようにドア側についているのがレバーハンドル、ザ、ラッチです。笹尾さん、ラッチについている白いプラスチックのものは何ですか？このラッチの中央に入っている白い樹脂は開閉音を小さくなる小音ラッチで、日本では主流となっています。そして枠側についているのがラッチが収まるラッチ受けです。あとトイレなどのように鍵が必要なお部屋の場合はこのような錠がつく場合があります。ちなみに小野さん、錠と鍵の違いってわかりますか？違いってあるんですか？はい、錠は扉や引き出しを固定するもので、鍵は錠を固定するための道具なんです。よく鍵をかけると言いますが、本当は鍵を使って錠をかけるというのが正しいそうなんです。そうだったんですね。知らなかったです。はい、神谷で使っている錠の種類は主に3つで、それぞれ左から間仕切り錠、表示錠、そして鍵を使って施錠するシリンダー錠です。こちらの3つは基本的にドアの廊下に面した側についています。それぞれに用途があって、ご覧の部屋で使用されることが多いです。またこの3つの錠のお部屋側はすべてこのようなサムターンになっていて、お部屋の中からは簡単に施錠・開錠ができるようになっているんです。次に神谷の設定ハンドルをご紹介します。笹尾さん、よろしくお願いします。はい、こちらをご覧ください。フルハイトドアに設定されているハンドルは全部で16種類、 SS、A、B、C の4つのランクに分かれています。ここでちょっと代表的なデザインをご覧いただきましょう。まずはスタンダードグレードのハンドルです。一つ一つがモダンで飽きのこないデザインになっていますので、お好きなタイプを選んでください。こちらはちょっと珍しいデザインで、レバー部分に木を使っているんです。木と金属のカラーの組み合わせによって武骨なイメージにも明るいナチュラルなイメージにもなるんですよ。色の組み合わせは全部で5種類、お好きなタイプを選んでください。次にこちらは和の技法である土目加工を施したハンドルです。和の文様でありながら金属の輝きがモダンなイメージです。神谷ではドアのシリーズによってそれぞれ標準のハンドルが設定されています。もし標準設定以外のハンドルをしたい場合でも、すべての設定ハンドルから選んでいただくこともできますので、多くのバリエーションからお気に入りの一品を見つけてください。こうして改めて見るとやはり種類の豊富さがわかりますね。はい、実際にお使いいただいているお客様からも、神谷さんはデザインの選択肢が多くて嬉しいですというお声をいただいているんです。ところで小野さん、はい、川順って知ってますか？川順、すいません、ちょっと聞いたことないです。あ、知らないんですね。それではケユカは知ってますか？あ、ケユカなら知ってます、うん、おしゃれな生活雑貨のショップですよね。そうなんです。そのケユカを運営しているのが川順という会社で、この会社は国内でも最も人気の高いレバーハンドルのメーカーで、品質デザインともに定評があるんです。神谷が採用しているハンドルはほぼすべてが川順製なんですよ。そうだったんですね。はい、
笹尾さん、私お気に入りのハンドルがあるんです。研修の時に見たあの可愛いハンドルなんですが。はい、小野さん、これですよね。そうそう、これです。こちらワンニャンハンドルで、尻尾の部分がレバーになっているおしゃれで可愛いデザインです。カラーはブラックとシルバーの2色設定。お子様の部屋やペットを飼っている方などにもおすすめです。私、犬飼ってるんですけど、ペット好きにはこのハンドルたまらないと思います。私がもし家を建てたら、ペットドアのカロと合わせて使いたいです。次はプッシュプルハンドル。使わないときはフラットになっていて、一見ハンドルには見えないデザインです。通常のハンドルやノブの場合は、握って下げる、握って回すなどの2アクションが必要ですが、こちらの場合は押すだけ、引くだけの1アクションで開閉できるのが特徴です。思ったんですけど、ドアのデザインはシンプルなものが多いのに、個性的なデザインのハンドルも結構設定されているんですよね。最後にご紹介するのはこちらです。光を浴びてキラキラと光るこのハンドルは、世界中の有名デザイナーがこぞってデザインしていることで有名なイタリアのハンドルメーカー、オリバリ社のものです。レーザー加工で一つ一つ彫り込まれた美しい模様は、まるで芸術作品のようですね。このおしゃれなメイドインイタリーのハンドルは、横浜ショールームに展示していますので、気になる方はぜひご覧になってくださいね。ここからは3つ目のプログラム、ハンドルをドアメーカー別に比較です。笹尾さん、はい、ハンドルは一見どれも似たようなものに感じるのですが、違いってそこまであるんでしょうか？はい、実は全然違うんですよ。ここでカミヤのハンドルと他社のハンドルの違いを分かりやすく比較します。こちらをご覧ください。これはフルハイトドアと他メーカーのハイドアを横並びにしたものです。小野さん、これを見て違いが分かりますか？あ、これ明らかにハンドルの高さが違いますね。そうなんです。フルハイトドアは他メーカーと比べてハンドルの位置が高いんです。へえ、知らなかったです。なんでこんな違いがあるんですか？これにはいくつかの理由があって、まずはドアの高さとバランスです。もともと一般的なドア高さは2メーターなので、ハンドル高さは80センチから85センチがほとんどです。当社でもフルハイトドアが誕生するまでは2メーターのドアを作っていたので、ハンドルは他メーカーと同様に85センチの高さでした。ただ2メーター40センチのフルハイトドアを開発する段階で、ハンドル高さを85センチのままにしたときに、あまりにも全体のバランスが悪く、せっかくのシンプルなデザインが見ていて不格好に感じたんです。へー、そんなに格好悪かったんですか？はい、そうなんです。こちらは他メーカーの 2.4 メーターのドアですが、バランスが悪く見えませんか？あ、本当ですね。なんだか胴長に見えます。この違和感を見逃さなかったカミヤは、当時の日本のドアの常識では85センチ前後であったハンドルの高さを思い切って1メーター5センチまで上げたんです。誰もやってないことやるって、ちょっと勇気がいりますね。そうですね。ただ一方ではデザインだけではないメリットもあって、それは使うお客様のためというものでもあったんです。それはどういうことですか？それは子どもの身長なんです。こちらをご覧ください。これは子どもの年齢別の平均身長なんですが、1歳から3歳の身長を見ると80センチ前後なんです。ということはちょうどレバーハンドルくらいの高さなんですね。まだ安全に対する意識がなく、自由に動き回る年頃の子どもが頭をぶつけてしまうリスクが高くなるんです。これはちょっと怖いですね。一方、フルハイトドアが設定したハンドルは高さ1メーター5センチ。この高さを子どもの身長に当てはめるとちょうど4歳くらいなんです。4歳といえば、それまでと比べて格段に視野が広くなってきているので、
より注意ができるようになっています。もちろん元気な時期なので絶対ではないですが、 2,3 歳の子供が頭をぶつけるリスクを回避する方がより大事だと考えたんです。1メートル5センチという設定には深いわけがあったんですね。はい、フルハイトドアはデザインだけでなく使う人の生活も考えて開発しているんです。ハンドルについてはもう一つ大きな違いがあるんです。それは仕上げです。仕上げというと表面の見た目ですか？はい、そうです。こちらをご覧ください。こちらはフルハイトドアで標準設定されているハンドルの中でグレードとしては一番下のクラスのものです。そう、これ最初に見た時驚いたんですよね。一番下と言われたのですが、うちの自宅のより全然いいですもん。クロームの方は綺麗な鏡面ですし、サテンニッケルの方は高級感があります。そうなんです。これは先ほども説明したハンドルのブランドメーカー川淳さんのものなので、かなり信頼できる商品ですね。次に、これが他のドアメーカーさんと神谷の標準ハンドルなんですが、小野さん、ちょっと触ってみてください。これは塗装のハンドルですか？触るとザラザラしてます。目が粗いですよね。はい。そしてこちらは神谷の標準ハンドルですね。こちらは手触りがツルツルしていて、ザラつきは全く感じません。仕上げで手触りがこんなに変わるんですね。そうなんです。それにこの塗装のハンドルですが、神谷のハンドルを持って分かったんですが、とっても軽いですね。そうなんです。他のドアメーカーでは標準のハンドルの素材や仕上げを安くしてコストダウンを図っているところが意外とあるんです。一見気づかないし、標準ですと言われれば何の疑問も持たないのですが、比較してみると製品のクオリティの違いがよくわかると思います。見た目の違いが本当によくわかりました。素材も違うんですよね？はい、川淳は材料に亜鉛を使っているのですが、他社が採用しているハンドルは材料費が安く済むため、亜鉛の廉価仕様としてアルミを使うことがあります。ただアルミは大変軽いので、ハンドルとして使うには重厚感が感じられないのが難点です。もう一つの違いは仕上げです。ハンドルの仕上げにはメッキと塗装の2種類があります。メッキ仕上げをするには専用の設備が必要で、時間もコストもかかりますが、耐久性が高く均一な美しい仕上がりになります。一方、塗装仕上げはコストは安いですが、耐久性、均一性ともにメッキより劣ります。ちなみに川淳のハンドルはほとんどがメッキ仕上げです。素材の仕上げで全然違ってくるんですね。それにしても笹尾さん、めちゃくちゃ詳しいですね。やっぱりショールーム担当だとそこまで詳しくないといけないですか？いや、ここまでは詳しくなかったですよ。ただ今回のセミナーで結構勉強したんです。こういった知識があるとお客様とお話しした時にとても納得していただけるんです。小野さんもここの機会に覚えるといいですよ。わかりました。私も今回のセミナーで学んだことをしっかり覚えて活かしていきたいと思います。はい、それではここで全国のショールームのご案内をいたします。完全予約制となっておりますので、ご来場の際には事前のご予約をお願いいたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。さらにご自宅でショールームをご体感したい方は、オンライン接客サービスフェイスをご利用ください。こちらは実際にショールームにお越しになれないお客様に Zoom を利用してお家で商品の検討ができるオンラインサービスとなっております。ぜひこちらもご活用いただければと思います。それでは次回のセミナーのご案内です。テーマはここまでやる？神谷の品質への取り組みです。フルハイトドアがなぜ反らないのか、独自の試験映像を交えながら神谷の誇る国内最高品質の秘密をお伝えします。
日時はちょうど1週間後の9月4日土曜日、時間は本日と同じく11時からとなります。10月はリビング作りのヒントとなるドアの選び方を3回に分けてお伝えします。本日セミナーにご参加された方には改めてメールにてお知らせいたしますので、ご興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。最後になりますが、皆様本日はドアの印象を変えるハンドルデザインのセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございました。この後退出されますとアンケート画面が出てきます。次回のセミナー開催の参考にさせていただきたいと思っておりますので、ご協力お願いいたします。それでは次回のセミナーでお会いできることを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。